タカラさんから久しぶりにリアル生き物系のガチャが発売されてました。いいよと、リーフレット。タカラトミヤさん、水辺の仲間、全3種1回300円です。全3種、少数精鋭。ラインナップはこんな感じ。ザリガニ、カメ、ヤドカリです。水辺の仲間のこの3種、すごいシンプルなラインナップなんだけど、ちょっとフィギュアとして作るのが厄介そうなこのメンバーを入れてくるっていうところがね、なんかやってくれましたね。嬉しい。で、いろいろとギミックがついてるんですね。まあ、一つずつ見ていきましょう。ちょっとこの緑のボディ、怪しい。うわー、これはちょっと高まりますね。いろいろとパーツに分かれております。うわー、まずこれは何、まず足2本が別パーツなんで、ここに取り付けます。はい、あ、足というか手というか爪というかハサミ。まずはこちら、本ヤドカリです。本ヤドカリ、これすごくないですか、このクオリティ。細かいこの手足、うお、気持ち悪い。いや、何よりもこのボディ、ヤドカリってこんななってたんですか、貝なんですか。このよくわかんないところが気持ち悪いです。巻き貝の奥の方の緑黒いところ、あんま好きじゃないんですよね。うわ、この殻のところもいいですね、深緑な感じ。うわ、お目目です。で、殻は対照的に鮮やかなオレンジ。この筋筋が細かい。渦巻いてます。いや、綺麗。これはすごい美しいカラーですね。で、なんとこれちゃんと入るんです。入るのか？巻きながら入れるって書いてありましたけど。この向きで。ちょっと無理やり。お、入りました。うわぁ。これいい、すごいいい、楽しいし、クオリティ高いし、なんで宝さん今までやんなかったんですか。おお、本気を出してきましたね。そこそこボリュームがあって、貝殻着脱式で素晴らしいです。これはすごいシリーズが来ましたよ。シリーズじゃないけど、水辺の仲間っていうすごくシンプルなタイトルなんですけど、すごい内容でした。いやー、これはいい。お次よと、お次はシンプル1個だけ、赤耳ガメです。で、こいつは頭と四肢、おっぽを伸縮できます。というわけで、頭あまり爪を立てたくない。先に手を、あ、一気に出てきた。ここはセットですね、手と頭セット。出ます、赤耳です。おー、模様が細かい。で、足、お、尻尾も出た。いやー、この手足出てくるギミック、これも楽しいですね。うわ、なんか裏側不思議な模様ですね。お、足はなんか上下にバタバタする可愛い感じ。これが引っ込みモード、飛び出しモード。ほんと模様が鮮やかで、この爬虫類のシワ加減と爪先まで細かくよくできております。顔は可愛い。カメでした。まあ、ちょっとヤドカリがすごすぎてね、感動が薄れちゃいましたけど、最後回す前はこれが一番目玉かなと思っていたんですけども、ヤドカリがすごかったんでね、どうかな。いいよと、おお、今度はボディとハサミを2つ。はい、こちら、うお、これもすごい、ボリュームがすごい、迫力がすごい。アメリカザリガニです。真っ赤です。で、なんとこいつは甲殻パーツが脱着できますと。これ、あ、なんか二重に殻がついてますね。お、おお、どういう変化だ。おお、色がより明るい赤になった。これは脱皮をしたっていうことですか。すごい、内側はより鮮やかな赤の甲羅が出てきました。この甲羅のブツブツが細かいです。さすがにハサミは脱皮しませんけど、ハサミのクオリティがすごい。トゲトゲがほんと細部まで細かくつけられてますね。いやー、すごい、このハサミの迫力、前側からのこの迫力がすごい。口周りがグロテスクですね。おひげはまあ太めですけど、これはご愛嬌、よく作ってくれましたって感じです。飛び出たお目目、取れそう。まあ、こいつは脱皮させないで表の皮の方が迫力があっていい感じです。おお、なんか本当に鎧を着た感じで重厚感が出ます。いやー、この細かい足とかよく作ってくれましたよ。付け根のあたりがすごいリアル、尻尾のあたりも本当いい感じで、表にはこの緑色の塗装がちょんちょんちょんって乗ってるんですよね。こだわり、このボリューム感、
うわー、はい、というわけで水辺の仲間の全3種でした。いや、このガチャはすごかったです。なんかすごい点がいろいろあるんですけど、まずラインナップですよね。全3種類で少ないんですけども、ザリガニとヤドカリを入れてくるっていうあたりがなんかやる気を感じますね。こういうカメとかに比べたらきっと作るのめんどくさかったりコストがかかったりすると思うんですよね。まあそういうところの全3種だとは思うんですけど、でもなかなかね出てこないタイプのフィギュアなんで、すごい嬉しいです。でクオリティもすごい高いし、この足と色彩と貝殻、まあそういう意味で言えばヤドカリがベストですね。今の時期にこれを300円で出すっていうのはなかなかすごいと思います。しかもギミック付き、まあ、この亀のね手足が出てくるっていうのはわかるんですけども、貝殻から取り出せたり脱皮しちゃったりするっていうギミックはなかなかないと思うんでね、それを入れてもなお300円というこのサービス精神、素晴らしいガチャガチャでした。非常におすすめです。タカラトミヤスさんといえばやっぱりキャラクターものが強いですけど、こういうリアル生き物系もまたガシガシ出してほしいです。なんかねシリーズって感じはしないですけど、なんとかの仲間シリーズでこういうのまたお待ちしております。